はい、おはようございます。はい、お疲れ様です。先ほど帰ってきて、今、掃除を終えて、ようやく落ち着いたとこです。いや、ほんまやったらもうちょっと早く帰りたかったけど、なかなか見ないのかで、四十九日の段取りするのに、ちょっと買い物がね、いろいろ言っとって、まあ、その日になんか納骨も済ますというので、もう墓石掘ったらね、それの打ち合わせとか、で、ちょっと、遅なって、今帰ってきたけど、ちょっと今、娘がね、まあ、嫁さん向こう行ってんやけど、娘がこっち、その、何でした、モバブネク見に来る言うから、僕さっき帰ってきてんけどね、そこで、先に掃除してから、ちょっと、ね、娘来て、来るんやけど、その後に、この子たち出したろうかなっていう、話してからね、来たらここ逃げていってるからね、だからちょっと、今待って、ね、話してないんですよ。この後に、だから娘見てから、ちょっと話してたろうかなと。ちょっとここの毛は、黒猫もね、ゲーしとったんですよ、ちょっと。なんやろね、ちゃんと噛んでないね、見てたら、カリカリも。やっぱ、硬いんですかね、これ。これでもわからんのですね。なんでやろう。カリカリ、ちょっと硬いんかな。消化してないですよね、腹の中で。ぐやって出したら、ね、カリカリ結構、そのまんま飲んどんやろね。まあ、食いすぎて吐く子も多いんやけどね、うちの猫でも、家猫でも。まあ、こんな感じで出してほしいんですよ、ね、出してほしいんやけど、まだ、ちょっとね、娘が来てからっていうことで、ね、この子も、はい。ちょっとなんか曇ってるような感じですけどね。この子を見に来るんですよ、この子は。この子娘好きでね。この子。まだちょっとね、さっきだけど、トイレ掃除するのに、開けて、トイレ取ったかて、ちょっと落ち着いとったね、今日は。この子も今餌食ってて、ここ一番ちょっと水減っててね。うん。今日見たらなかったっすよ、水。だいぶ飲んだよね。もうそろそろ箱もボロボロやから。もうこれも作らんどこかな、これね、箱。よしよしよし。はいはいはい。今日はちょっとだから、ストレスやってちょっと今出してもらわないんだけど。この子と、こっちは。あれ？あっちのね。あそこのね。これと。ほらもこう相当気持ちいいと思うんですよ。うんこもね、誰かやっぱりしてるけど、ポトンとこの下に落ちてるから、誰かまた尻癖あるやつをね、ちょっと、誰や犯人お前ら。俺はお前と睨んでんやけどな、ママと。どうやろ、うんこ大きいからね、ちょっと多分ママが尻癖悪いんちゃうかな。まあ、それちょっともうね、確認してないんやけど。誰や、お前か？犯人は誰だみたいな感じで。ちょっと捕まえなあかんね。ちょっと慣れささなあかん。まあ、トイレ1個やからね、もう1個どっか置くのを考えなあかんのかな、思うても。ここ全然使ってないからね。ここ。あ、ゲーしとんね、これ。これ何やろ？下痢かな？下痢かな？なんか下痢しとんねん。あれ、触ってな。誰やろ？こないなった時に多頭飼いって結構ね、誰なったか。みんなのがね、難儀なんですよ。ほらほらほら、もうデータいいんですよ、これ。ほら。だからこれを押していいんだね。潰しとるわ。潰す勢いに押しとるわ、こいつ。これ押しといて。これ出しとるわ。待ってねえ、娘が来るのか、来たんちゃうかな。まあ、こんな感じで、後でちょっとまた繋げます、娘来たら。帰ってから猫出してるシーンを。はい。はい、今、娘とか、孫とかちょっと来て、旦那とか、ね、来て、嫁はんも一緒に久々に入ってきて、まあ久々かな。
たまに見に来るけど、うん、一挙に温度寒くなったね。ここずっと開けてたから、ほんで帰っ今家の中入っておったから猫出してんけどね、一挙に温度が寒くなったね、うん、ほいでね、あのあれっすわ、それこの前も連れと嫁はんとその娘さんね、猫見に来た時にこれ2箱持ってね、1箱やったペロって見て、2箱目ちょっとやって、ここにもね、ちょっと一気にバーッと食らいつくよったから、ちょっと下に落として壊しとってんけど、この子の中入れてね、だけど、打てる最中に嫁はんら入ってきよったから、今止まった状態だと思ってみて、これ。この子も結構これ、好きやったっすよ。ここで今泣いてるけどね、みんながわーっとこれやってる時に匂いするんやろね、開けてもね、入れた瞬間食いに行きとったもんね。ほらほらほら待て、ほらちょっとやったあかんのね。これ娘これ今毛布持ってきてくれたからちょっと軽に引いといてんけど、救急車止まったね。はい、何してんの？救急車。まあ、こんな感じで今ちょっとね。何してん？あ、下に折っとってんの。そら下に折ってる、食うな。みんな徐々にね出したって言うけど、まだちょっとね様子見て出したって感じで、まだちょっと無理やからね。この子ここらね、まだここら出たからへんからね、そんなにまだ逃げるいうタイプや思うわ。ここら出したかて、ちょっと一気に寒くなった ね、一気に寒くなったから、今ちょっとトイレもここに下に変えて、なんか汚かったから、ね、ちょっと変えて、ね、しといてんけどね。で餌ここにこっちに変えて、したっていうのね。何してんのお前、おい、うん、下降りよ、上は上がってきよ、降りよ、さんちゃん、この柄ほんまあれやね、リスというは似てんね、もうなんか回るな、サビ中かなんか、ね、途中で茶色入ってるような、ね、また動いてるけど難儀やねんけどね。まあこういうコロコロだいぶ捕まえで安くなったから、こんなんで今日走り回る。ロクちゃんが出てけへんね。ロクちゃん、はい、ロクちゃん、はい、ロクちゃん、ロクちゃん出てけへんね。上におるから良いかのかな。あれ、あれ、ごっついねやっぱり。だいぶ喧嘩せえよなったね。はじめ喧嘩言ってたのに、あの二人。だいぶな慣れてきたのかな。ちょっとほんま寒なったね。ずっと開けとったからね、20分開けてる。ロクちゃん出てきて、
チャットラックどこ行った。おい、おいで。誰が言うてん。あ、チャットラックここだもん。おい、あそこが好きかな、チャットラックも。何にも興味ないもんね。あれ、あの子どこ行ってん。黒猫ちゃん、黒猫ちゃんどこ行ってん。え、あれ一緒に入ってんか、この中に。あ、あの子、あの、あれ一匹あそこで、これもう一匹どこ行ってん。あれ、この中入ったんか。あん中入ってんかな、一匹。これ、え、この子はあれか。あ、この子はあれかな。いや、喧嘩しちゃった子かな。あ、喧嘩ちゃう、あの、新しい子かな。あそこの中入っとんね。前のやつあそこに入っとんね。そんな感じですね。チャトラコ、はい。あ、怒るんちゃうか。どんくさいからね、このチャトラコ。落ちるなよ。キジちゃんボス、キジちゃん。遊んどるね。遊んどいで、ヘビなんか無視やね。楽しそうやね、ほんまに。他の子ほんまにそんなに出たからやもんね、これ。もしっすよ、ほんまに。お、あそこに行ったけど、もう言えんね。入りたいんか、お前ら。おいで。おいで。
おいで。おいで。おい。やっぱり結構寒いっすね。17.8 度って温度計はなってるけど、この開いてないけどね。ロクちゃん今日出る気ないね。ヨンちゃん出てるけど、うん、おろおろおろ、これ腹ほんま大きいように見えんね。チャタ君、チャタ君怒ってん。チャタ君怒ってんの？ちょっと鳴りや。走ってます。ほら、チャドラ君。クソ泥を勝負でんちゃうか、また、この子は。物色してましたよ。逃げていった。よう降りるのかな？おりしたら遊びよ、キジちゃん。2分で切れそうやね。まあこんな感じです。はい、以上です。はい。この子出てきたからちょっと追加で撮りました。可愛い顔してるね、やっぱり。この子ね。ちょっと怖いかカメラ。うん、可愛いね、この子。まあただこれだけで追加で。